今回は山手学院中学校の入試問題です。問題が半径5センチの円、これを10等分した図、これの斜線部分の面積は何平方センチですかという問題です。これ、普通の解き方ではなかなか答えが出ません。普通の解き方っていうのはね、円の中心部分を書いて、そして各頂点と線を結んでね、それによって面積が出ないかなと考える方法なんだけど、 それじゃあね、今回の問題、答えが出せないんですよね。じゃあ、この面積ってどうやって出せばいいのかということなんですが、実はこの問題、特殊な考え方を覚えておかないと解けません。ぜひね、わからなかった人は、今日教える発想、しっかりと押さえておきましょう。ということで、今回のポイント、ここがポイントです。こんな風にね、普通の解き方で解けないという問題、どうやって解けばいいかって言ったら、 斜線部分の一部、三角形の部分を、これを、透析変形して、扇形の形にするってこと。実はね、この発想が非常に大事です。普通の解き方でね、なかなか求まらないって時、どういう風な発想が必要かって言ったら、斜線部分の一部、三角形の部分を、透析変形することで、この斜線部分をね、扇形の形にしちゃおうということになります。 三角形の形、どうやって作れるかって言ったら、そうですね。ここの頂点と、ここの頂点ね。この二つを結べば、ここに三角形が作れそうですね。じゃあ、こことここ、線で結んでおきます。はい、線で結ぶとね、こんな感じですね。ここに三角形ができました。じゃあ、この三角形ね、透析変形しようということなんですが、透析変形するときのコツがあります。それがね、この米印のところです。 それが何かって言ったら、三角形の底辺と平行な線が直径になっていたら、この透析変形ね、使える必殺技になります。そうだね。ここを、はい、ここのね、はい、ここの線を、これを底辺として透析変形しましょう。そうするとね、ここを底辺としたら、これと平行な線、このね、三角形の てっぺんの頂点からこの底辺に対して平行な線を引きます。そうすると、ここと、ここ。この線が、はい、この底辺と平行な線ですよね。この線ってもちろん、そうです。これって円の反対から反対まで、つまり直径になってますよね。こんな風に底辺と平行な線が直径になってたら、 今回のこの透析変形の必殺技が使えます。じゃあ、今回のここの三角形、透析変形しましょう。どんな風に透析変形すればいいかって言ったら、そう、このてっぺんの頂点を当然真ん中の、はい、この中心 O に持ってくればいいんですね。はい、そしたら、はい、今ね、赤色で囲んだような、こういう形の三角形にね、透析変形できるっていうのはわかるでしょうか そうですよね。そうすると、この三角形の部分、赤色の形に透析変形できたら、うん、斜線部分、どういう形になったかって言ったら、そうですね。この、元々の、今先生が緑色で塗ってる、このね、ちっちゃい部分が残ってますから、この緑色の部分と、そして赤色の三角形が合体して、はい、今緑色で囲んだようなね、扇形の形になりましたよね。 そしたら、この扇形、もう面積出せますよね。半径は、そう、もちろん、5センチでした。はい。そして、中心部分の角度。はい、これは、そう、円を10等分したうちの1つ分の角度ですよね。つまり、一周360度10等分してるから、はい、この角度は、 360度10等分した36度だということがね、わかるはずです。いいでしょうかということでね、半径5センチ、中心角36度の扇形の、ね、面積を出せばいいということになります。じゃあ、計算していきましょう。はい、求める面積はね、半径×半径 ×3.14×360 分の中心角36度。約分すると10分の1ですね。 はい。じゃあ、あとはね、約分していこうね。5と10、約分して、1と2。はい。そして、この後ね、5×3.14×2 分の1ですね。5×3.14、計算すると、15.7になります。はい。15.7×2 分の1ですね。はい。2分の1。もちろんこれって、小数だと0.5のことですから。 15.7×0.5 ってことでね、計算をしてください。計算すると、7.85平方センチと。はい、なりますので、今回の答えは、7.85平方センチということになります。いいでしょうか。こんな風にね、斜線部分がなかなか面積求まらないという場合はね、一部三角形の部分を等積変形することで、扇形の形にできないかなというね、この発想、ぜひ持っておいてください。 これね、難関私立で、本当によく使っていく発想になりますので、覚えておきましょう。以前似たような問題でね、東武大寺学園中学校の入試問題がね、この透析変形を使って、え斜、ー、線部分のね、面積を出すという問題がありました。えー、今回のこの動画の概要欄の方にも貼っておきますので、ぜひね、今回の問題、分かった人はね、そちらの問題にもチャレンジしてみてください。ということで、今回の授業は以上になります。今回もご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。 引き続き、毎日配信頑張っていきますので、これからもどうぞご視聴よろしくお願いいたします。ということで、次回の授業でまたお会いしましょう。さよなら。